今回の動画では、XT4 で新しく加わったエテルナブリーチバイパスとか、あと XPRO3 で加わったクラシックネガティブっていうのを、それよりも前の機種、例えば XT3 とか XE3 とか、その古い機種で、えー、現像する方法っていうのを紹介したいと思います。 あの当然、カメラを撮影時にはですねあのもう古い機種の頃っていうのはそのその時存在してなかった、えー、とフィルムシミュレーションというのはファームウェアとかはアップデートされない限りは使えないわけですがでも、ローで撮っておけばですねそのあのあ現像する際に、えー、そのプロファイルを当てることができます。 で、あの、ま、あそのまま行くと実はできないんですけど、この Exif を編集することでですね、まあ、Lightroom とかキャプチャー1で古い機種のロー画像さえあればですね、最新のクラシックネガティブとかブリーチバイパスを試すことができます。 はい。で、あの、XT4 を私も使い始めてて、まあ、クラシックネガティブとかですね、エテルナブリーチバイバスが結構雰囲気が良くていいなと思ってます。まあ、今後使っていくかどうかっていうのは、これから試してみてい,いきたいと思いますが、まあ、あの、古い機種を持ってる方もですね、まあ、T4 を購入する確認の上で、えー、ちょっとクラシックネガティブとか、エテルナブリーチバイバスが試せればいいっていう人もいるんじゃないかなと思って、今回こういう動画を作ってます。 はいえー、T4 に、えー、クラシック・にンガーとからブリーチバイパスが積んでますが、えー、それよりも古い、えー、X トランスシーモスが載っている機種のローファイルがあれば、疑、え、似、ー、的に現像することができます。でえー、と当然ですねあの、昔の撮影したものでも大丈夫ですね、1年前、2年前で撮影したものでもローファイルが残ってれば、えー、できます。 はい、で、えー、具体的に何やるかっていうと、RAW ファイルの EXIF にカメラモデルっていうのが、えー、書き込まれてるわけですが、まあ、これをですね書き換えてしまえば、えー、Adobe のカメラローこれはあのフォトショップとか Lightroom とかですね、その下で動いてるあのローの現像のエンジンなんですが、それとか、あと Capture1 をですだ、ね、まして、えー、その現像プロファイルにですねでクラシックネガティブとかエ,タ、えー、エテルナブリーチバイパスっていうのを選択することが可能で、えー、そこで現像することができます。 はい、で、XT4 と同じセンサーが載っている XT3 とか XPRO3 っていうのは、もう同じセンサーなので、まあ、当然のごとく、えー、クラシックネガティブとかエーテルナ、えー、ブリーチバイパスが再現できるだろうっていうのは、私も思っていましたが。 いろいろ試してみた結果ですね、あの、ちょっと古い旧世代のエクストランシーモスであれば結構いけることが分かりました。例えば同世代、XT3、XPro3 だったらもう問題なく現像できまして、Photoshop も Lightroom も Capture One でもできました。で、旧世代、例えば T4 に比べると一世代古い XH1 とか XE3、e、XE2 は多分2世代古いと思うんですけど、まあ、これもですね、えー、上の 書き換えをすることで、あの、Photoshop と Lightroom は真面目だったんでエラーが出ちゃったんですけど、Capture ンは、えー、と、現像することができました。なので、例えば、XE2 みたいな古いローファイルがあれば、それを、ブリーチバイパスとか、クラシックネガティブを試すことができます。 で、もうさらに試してみたんですけど、あの、ベイヤーの CMOS のカメラがあると思うんですよね。例えば XA3 とか。まあ、このあたりのローファイルも私あったので、ちょっと試してみたところ、これはもう、Photoshop も Lightroom も Capture はもうエラーが出ました。まあ、あ X トランスセンサーって RGB が不規則に並んでるので、多分そのロー画像からその各フィルムシミュレーションを割り当てる、えー、まあ、なんだろうな、きっとルックアップテーブルみたいなのがあると思うんですけど、まあ、そのあたりの変換が、えっと、やっぱり、 RGB ベイヤーではダメなんでしょうね、きっとこのエラーが出るっていうのは。はい。で、まああのこのあたりで想像できるのは、Adobe Camera RAW っていうのは結構真面目に、えー、つく真面目なのかな、作ってあって、まあ、いわゆるロー画像、ローファイルを開くときに、えー、カメラモデルを調べて、あ、XT3 っていう機種だったら、ここまでのフィルムシミュレーションができるなっていうことで、それを選択できるようになってるって感じなんですね。で、 あのなので、世代が変わる XH1 のものだと、あれ、なんかおかしいぞって言ってエラーを出してしまうんですけど、もうキャプチャー1はシンプルに、えー、機種名だけで変換していると。だから、古いロー画像をですね、XT4 と騙せばですね、えー、何でも現像できちゃうということが分かっています。はい。で、えー、今回の動画でちょっと紹介するのは、いわゆるその EXIF ツール、まあ、これ、いくらでもネットに情報出てますけど、 EXIF ツールを使って、その EXIF を編集する方法っていうのをえちょっと紹介しますし、あと、何個もローファイルがあったときっていうのを一気に変換するようなバッチ処理の仕方っていうのも簡単に紹介したいと思います。あとは Lightroom とか Capture One を使って、簡単に現像の方法、そのまあカメラプロファイルを当てる部分ですね、これ簡単ですけど、ちょっとそこを簡単に紹介したいと思います。 でその紹介し終わった後にですねやはり今回の本題であります、XT4 の JPEG 取っ手出しのフィルムシミュレーションというのが、まあ、本来の富士フィルムが狙った色なので、まあ、それをですね上記の Adobe とか c a p t u r e One の low 元像でどのぐらい同じものが再現できているかというのを比較したいと思います。でこの a d o be と c a p t u r e One が low 元像のフィルムシミュレーションというのがどのぐらい正しいかというのは、ちょっとよくわからないんですよね。 っていうのは、えー、キャプチャー1はフジフィルムを買うと、えー、キャプチャー1 for フジフィルムみたいなものがあるので、どうもこの2社っていうのはつながってる感じがするんですよね。だからフジフィルムが,ローがと、エクストランスのローファイルがあったら、こういう変換したらこういうフィルムシミュレーションになるっていう、そのレシピを提供してる気がするんですけど、アドビ e の場合はどうなんでしょうかね。フジがどのぐらい仲がいいか分かんないですし、d ドビ e 非常に力があるのであの、もしかしたらリバースエンジニアリングで、 まあ、ローファイルがあったらこのぐらいの感じでフィルムシミュレーションするっていうのを作っているのかもしれないななんて思ってます。ちょっとだからこれがどのぐらいあの本物に変換が近いのかっていうのはちょっとよくわからないんですけどね、まあ。そういうのも含めて比較できればいいなと思ってます。で、最後この動画をまとめたいと思います。はい、それでは Windows 10を使って実際に作業したいと思います。 であの確実にやっていただきたいのは、この作業をする前にです、ね、もしかしたらデータを破壊する可能性があるので、必ずファイルのバックアップを取ってください。 そこは責任を負いいまませんのでししくお願いしますでここにまずファイルを3つ用意しました。でここに書いてありますけど、XH1, XT3, XT4 という3つのローファイルがあります。まあ、今ですね、なんかこう改変する前に、まずどういう動きをするかっていうのを改めて紹介したいと思います。で今回、現像ファイル、いろいろソフトありますけど、とりあえずまずは、えー、と Adobe のカメラローでやってみたいと思います。例えば、XH1 のファイルがありますが、これをカメラローで開 してみますねはいそうすると、えー、当然のごとくなんですが、えー、っとここのですねプロファイルの部分に今、Adobe カラーが当たってますが、このさらに横に、えー、っとカメラマッチングっていうので、えー、各会社の、えー、特有の、えー、プロファイルが入ってます。で XH1 なので、えー、クラシックネガティブとか、あとなんだ、えー、ブリッジバイパスは当然その世代にはないので、ここでは選べないっていう状況ですね。 はい。これを確認できればと思います。とりあえず、これキャンセルしますね。で例えば、今回、XT4、新型のカメラ、えー、ファイルで開こうとするとですね、えー、同じく開いてみると、カメラマッチングの中では、えー、ブリーチバイパスがありますし、えー、っと、エテルナのブリーチバイパスですね。あと、なんだっけ、えー、っとあ、クラシックネガティブっていうのも選べると。まあ、今回のこの動画の目的は、その古い えー、ローファイルを改変して、まあ、ここにクラシックネガティブとかブリーチバイパスを表示させるっていうのをやってみるっていうような、えー、そういう動画です、はい。ではちょっとカメラローはここで、えー、閉じますと。はい、で、あのー、今回ですね、カメラ、えー、マッチングの部分なんですが、ちょっと一つ紹介したいのは、Adobe 公式のブログにありまして、このページはですね、えー、いわゆる アドビカメラローっていうのがどういうものかっていうのを紹介しているサイトなんですがあのここに、えー、彼らのアドビーとしてはどういうふうにこれを考えているかっていうのが紹介されていますとでアドビーがもっともっと持ってるアドビースタンダードっていう、えー、もう含めた6個のプロファイルっていうのを彼らは作ったんだけどこれなぜ作ったかっていうと、まあ、キヤノンとかニコンとかソニーとかいろいろカメラがあってみんなロー画像はそれぞれ独自のものがあるし独自の色があると。 まあそれをですね、このまあユニファイドルックフィールって書いてあるので、それを各社の差っていうのを、もうアドビーとしてはアドビースタンダードって作って、どのカメラで、どの会社のカメラで撮っても同じ色を出したいっていうのが彼らのもともとのコンセプトですね。これによって、例えばキャノンからソニーにくら替えしても、ローファイルがあれば同じ色を再現できるっていうのが彼らの考え方です。はいでこれが先ほどえっとあった、 カメラロー、っと同じ画面になっちゃいますけど、ここのプロファイルの アドビーカラースタンダードビ,ビビットポートレートっていうのは、そういう考え方なんですね。なので、一応これを使う限りは、多分キャノンで撮っても、ニコンで撮っても、ソニーで撮っても同じ色になるはずなんですね。まあ、それに対して、この下のカメラマッチングっていうのは、これが公式なものなのか、Adobe、えー、がリバースエンジニアリングしたかわからないんですが、まあ、彼らがこういうプロファイルを作って、ローファイルがあれば、各社独自の色が出せるというようなロジックです。 はい、っていうのをちょっと Adobe のカメラローの余談をちょっと紹介しました。はい、で、えーと、各ローファイルにはですね、Exif と呼ばれる、えー、とデータがあの、写真のデータの他に書き換えられています。だ例えば、このファイルを見てみると、この XT3 とか見てみると、まあ、こういうところを見るとですね、 えとカメラは XT3 で撮影されてますよとかっていうのはカメラモデルで書き込まれてるわけですね。で、あのまあ、このカメ,カメラモデルを書き換えてしまえば、あのさっきほど言った、老現像の時にのカ,ラーえカメラマッチングっていうのを騙せるっていう、そういう作戦ですね。はい、今言ってみれば、これ XT4 に変えてしまえばいいっていう、そういう話ですね。はい、で今回試したのは、X、XH1、XT3、XT4 っていうのが今手元にあるので試してみましたが、 あと、試したのは、あの、d プレビュー、デジタルプレビューって、あの、海外の有名なサイトに X、X プロ3のローファイルもあったので、これも試してみました。で、X プロ3も何もしなければ、ブリーチバイパスは選べないはずなんですよね。はい。で、えー、他には、この2つはですね、私の持っている XE2 と XE3 ですね。まあ、だいぶ古い X トランスの CMOS センサーですが、 まあこれで取ったのも、ブリーチバイパスとかクラシックネアディブができるかっていうのを試したいと思います。はい。で、その EXIF を書き換える方法なんですが、えっ、ー、と、有名なのが EXIF ツールズっていうあ、イグジフツールっていうフリーソフトですね。はい。で、えっ、ー、と、これは Windows も、えー、と Mac もありますし Linux もあるので、まあ、やっぱり、えー、とこのツールが私としてはおすすめです。 ウィンドウズエグゼクタブル,タブル、はい、ということで、Windows ですぐ実行できるファイルっていうのをこれをダウンロードして回答してもらえればと思います。そうすると、シンプルに1個のエグゼファイルが出てきますね。 EXIF ツール作ってる方がすごくいろいろ調べてくれてます。で EXIF、えー、って各メーカーごといろいろタグが作ってて例えばこの富士フィルムタグの部分見ると,、えー、とここにですね、えー、0X1401 っていうタグにはですねフィルムモードっていうのがあって、えー、JPEG がですね 何のフィルムシミュレーションに撮ったかっていうのもちゃんとこの EXIF のタグに残ってるんですね。で、これよく最新のに追っかけられてて、例えばブリッジバイバスとかクラシックネガティブっていうのもちゃんと JPEG の EXIF には記録されてるっていうのがここで分かりますので、これも後でちょっと紹介したいと思いますね。はい、では、具体的に EXIF の書き換えをやってみたいと思います。はい。で、ここにソースでいろいろ、えっ、ー、と、ローファイルがあります。 はい、でこのローファイルを、えー、それぞれ機種が違うので、xt4 に全部書き換えちゃいます。で、えー、っとですねで、先ほどダウンロードした exif ツールがここにありますので、えーっと、これを使って書き換えます。で、えー、Windows のですねちょっとタックとして、このフォルダーのところでですね、ここでコマンド cmd って言ってエンターを押すと、えー、っとこのフォルダーを中心にコマンドプロンプトが立ち上がるんですね。はい。で 見るとこの EXIFTools っていうのが今エグゼファイルの実行ファイルとしてあります。で、ここに RAF っていうのが全部のあれですね、あのロ w ファイルなので、これを書き換えちゃいます。で、えっ、ー、とですね、もうじゃ書き換えのコマンドはもう簡単で、ここに書いておきました。はい、e x i f t o o l ル e x e で次のモデルっていうのをカメラモデルのことなんですけど、これを XT4 に書き換えてしまうと。 で、書き換えるべきローファイルはファイル名を当てれば1個のファイル名が変えれると。なので、例えば、ExifTools。ちょっと、ちょっと、ちょはい、はいは、いはい。はい。で、えー、なんだっけな。はい、はい。モデルと。で、XT4 と。やって、えー、なんとかなん、例えばこの XE3 の。 ロファイル例えばこのファイルを XT4 にカメラモデルを変えたいときは、これをですね、この Enter を押しますが、押す前にちょっと,、えー、と別のですねあの、これあんまりいいソフトじゃないんで、今回はあのさらっと紹介しておきますけど、この ExifPilot っていって Exif をさっと見れるビューワーなんですけど、これバージョンが古くてですね、ちょっと変な動きするので、ちょっと今回は扱いますけど、あの全然おすすめしません。で、えっ、ー、とですね、今見ようとしてたのが、なんだっけな。 これですね。XE3 を見てみると、カメラモデルが XE3 って書いてありますよね。はい。じゃあ、今これ書き換えてみますね。はい。ではこれを Enter を押します。はい。はい。そうすると、一つのイメージがアップデートとっていうことで、改変されたと。で、これ見ると、わかりますかね。さっき XE3 だったのが XT4 に変わっていることがわかりますと。 ということでこれでロー画像のですね、えー、とカ,メラがカメラモデルが切り替わったということで、まあ、これを Lightroom とかで読み込ませれば、おこれは T4 の,あのロー画像だな、だったらブリーチバイバス使わせてやるかっていうような、えー、単純な判断にだま、えー、せるというようなことですね。はい、でこの EXIFPILOT はですね本当にちょっと変なバグがあるんで、これは使わないほうがいいです。と、はい、いうことですね。じゃあ、ちょっとこれも閉じちゃいますが。 で、あの、一個一個このローを変えていくっていうのは非常にめんどくさいので、えー、ワイルドカードも、ワイルドカードも使います。で、ワイルドカードとかっていうのが分かんない人は、ぜひちょっと、えー、コマンドプロンプとワイルドカードで検索してもらえばいいと思います。この意味は、えー、っと、このアスタリスクついてるのは、えー、このフォルダに入ってる全部の RAF っていうファイルを、えー、この XT4 に変えるっていうような、えー、ものです。なので、一個一個やる必要ないですし、全部のローファイルを変えるとかっていうことは、 これでできますが、まあ、一応先ほども言いましたけど、必ずバックアップ取ってくださいね、やる前にね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、ここで、えー、はい、やりますね。じゃあ、ちょっと待って。例えば、えー、どうしようかな。XT3 の、えっ、ー、と、このファイルを、えー、変換することにしますね。よいしょっと。はい。ここでちょっと XT3 を変換してみます。 はい。変換しましたと。はい。そうすると、どうなりますかというと、えっ、ー、と、実は、あの、Exif ツールはですね、もし、あの、失敗した時のために .rf オリジナルってことで、オリジナルファイルは残してくれてるんですよね。ので、あの、一応これも安心といえば安心です。はい。で、えっ、ー、と、どれだっけなあれ今どれだこれか。あれなんでオリジナルオリジナルになってんだろうな。はい。ちょっと待ってください。はい。 あ、失礼しました。あのエンターを押してなかった。で、これが、あの、XT3 が、えー、っと、カメラモデルが切り替わった、X、XT4 になってますね。なので、これをさっきのカメラローで開いてみますね。はい。で、えー、これか。これが今変換したやつなんですけど、これをカメラローで開いてみます。はい。そうするとですね、カメラマッチングのところで、ブリーチバイパスがこう選べますね。で、クラシックネガティブも選べると。 ということで、XT3 のローファイルがあれば、えー、ブリーチバイパスもクラシックネガティブも、えー、現像できるということになります。はい。で、さっき E3 もやりましたよね。XE3 も変換してみましたので、これをちょっとカメラローで開こうとするとエラーが出ます。これは先ほど言ったようにですね、の Adobe のカメラロー系はです、ね、真面目なんですよね。なので、X トランスの世代が古い、XE3 の頃っていうのは、 t4 から比べると全世代が違うので、これはもうカメラモデルを変えただけでは現像できないことっていうのが分かってます。ので、えっ、ー、と、Adobe で、えー、ブリーチバイパスとクラシックネガティブを入れできるのは、言ってみれば、XT3 と XPro3 しかできないってことですね。なので、まあ、基本の現像を Adobe 系使ってる方は、まあ、残念ながらあの古い機種ではできないと。 でここで何としてでも古いのをとりあえずブリーチバイパスとクラシックネイドで試したいよっていう方は Capture One、えー、を使ってください。で、Capture、え、One、ー、for なんだっけなこれ。Capture One Express Fuji Film ってこれ無料なので、えーと、これを現像で使えば一応できます。ちょっとやってみますね。インポート。はい。で、先ほど変えた、えー、どれだっけな ?XT3。XT どれだっけなこれ、ファイル名が省略されちゃってわかんないんですけど、えー、っと、どれだ3 ?2 個目かなえー、っと、あ、これですね、2個目。これが xt3 で変換したやつですね。もう1つ、Adobe ではであ開けなかった、この xe3 の変換、はい。これをやりましょうか、はい。これをじゃあ2つインポートしますね。はい。そうすると、 えっと、これは XT3 でしたね。XT3 を、えー、見てみると、私、キャプチャーワン使わないで、要は、どこだっけあ、これだ。はい。この、えー、これがもう XT4 ジェネリックっていうことで、もう明らかにカメラが騙されてるんですね。はい。で、このカーブの部分に、えー、っと、エテルナーブリーチバイパスがもう来てます。はい。ということで、えっ、ー、と、キャプチャー e を使えば、えー、T3 のこの偽装炉が、えっ、ー、と、 ブリーチバイパスもクラシックネガティブも当てれると。で、今回は、えー、面白いのがこの XE3 ですね。なので、明らかにセンサーも古いローファイルなんですけど、これももう T4 でだまされていて、エラーも起こってないです。で、ここで見ると、えー、クラシックネガティブも選べますし、えー、ブリーチバイパスも選べるということなので、あのー、はい、ということです。 なので、あの古い機種のエクストランスを使って、えー、ローファイルをお持ちの方は、こういうふうにやれば、えー、試すことができますということですね。はい。で、えー、ということなんですね。なので、あのいわゆるこれだけ騙せばですね、あのブリッジバイパスも、えー、クラシックインと試せますというのが、今回の動画の趣旨なんですけど、もう一つちょっとおまけで。 えとこれも、JPEG、撮った JPEG をですね、いろいろこうあの、富士のカメラで撮っていくと、あれ、この JPEG ってどのフィルムシミュレーションで撮ったか忘れちゃったなっていうことが結構あるかなと思ってます。その時にあに、ちゃんと,、えー、と富士の、えー、JPEG の EXIF にはですねあの、フィルムモードっていうのが記録されてますんで、その確かめ方をやってみますね。これも同じく EXIF ツール使います。もうこのままですね。はい、ちょっとやってみましょうか。 で、ここで見ると、あの JPEG は結構ファイルがあるので、これ見てみますね。えー、exif, tool,、えー、はい、えー、っと、フィルムモード。で、ワイルドカードを使って全部の JPEG を見ますと。そうすると、えー、どのニューショット。はい。 どのファイル名が、えーと、ポートレートのアスティアで撮ったよとか、クラシックネガティブで撮ったよ、ブリーチバイパスで撮ったよ、えー、プロビアで撮ったよっていうのが全部わかるので、JPEG だけ見てですねあの、なんで撮ったんだっけわからなくなっちゃったなっていうときは、このツールを使えばいいです。で、実際にですね、このカメラローとか、あこれは Adobe ブリッジですけど、Adobe ブリッジとかで見てもですね、えーと、わかんないんですよね、これね。ああ、ちょっとこれ、ブリッジはダメだな。例えば、 まあこういうので撮って、えーと、Windows のプロパティとか見ても、この EXIF の代表的な撮影時間とか絞りとかっていう、この情報しかなくて、フィルムシミュレーションを何で撮ったかっていうのはここに出ないんですよね。なので、えー、後から調べたいときは、この EXIF ツールを使うと便利ですという紹介です。はい、それでは、えー、XT4 の JPEG 取って出しのフィルムシミュレーション、まあ、これがいわゆる真の、えー、フィルムシミュレーションですが、 まあそれに対して、今回の現像、偽装現像みたいなものがですね、どのぐらい違うのかっていうのを見ていきたいと思います。まずこの写真ですけど、フィルムシミュレーションはクラシックネガティブを想定してまして、左上が T4 の XT4 の JPEG 取っ手出しのクラシックネガティブ。なんかいい感じの色ですよね。で、えー、っとこの左上にですね、あのなんだっけな、あのカラ チェッカーがあるんですけどこれも10年ぐらい前に買ってるんで色合わせてるんでちょっと正確なあの色では出てないかもしれないですね。 はい、で右側が T4、XT4、えー、のロー現像を、えー、Adobe カメラローで現像していますので、T4 はも、えー、ともとクラシックネガティブの現像ができるので、これはいわゆる純,純粋っていうわけじゃないですけど、Adobe としては普通の映画ですね。で左下は T3 のローにアスタリスクっていうのは、先ほど言った偽装ローですね。ローをちょっと、えー、改変してあるやつですね。T4 として改変してあるやつを、えー、Adobe カメラローで現像しているものです。 で右下が、えー、ちょうど、えー、手元に今あります XH1 をローで取って、それを偽装して、でキャプチャーワンで、えー、クラシックネガティブに当てているものです。まあ、先ほどの動画にもあるように、えー、H1 はですねああのア、アドビーカメラローでは現像できないので、キャプチャーワンを使っています、はい。こんな感じで比較するとどうでしょうか。まずやっぱり JPEG 取って出しとアドビーで若干色味が、色味というかちょっと明るさがね、 ほんのちょっと違いますけど、傾、ま、向、あ、が似てるって感じですかね。で、左下の T3 もまあ同じセンサーなので、えー、ほとんど一緒ということですね。で、H1 はどうでしょうか。この中ではまたもうちょっと明るいですかね。まあ,あ、のカメラが違うので、大、ま、体、あ、同じ時間で同じパラメーターで、レンズとか絞りとかも同じで撮ってるつもりなんですけど、やはり露出はね、それぞれほんのちょっと違うと思うので、えー、少し色、 明るさ、暗さに関しては、えー、とご勘弁いただいて、まあ、色の傾向だけ見ていただければと思います。はい、次。えー、同じ考え方で今度はブリーチバイパスですね。で、左上が T4 の JPEG 取って出し、これが一応芯の色ですね。で、右上が Adobe Camera r a w 左下が偽装 Low の T3 のカメラ、Adobe Camera r a w 右側が H1 の Capture1 の偽装 CMOS ですね。はい。では、えー はい、どうでしょうか。まあ、やっぱりあのブリッジバイバス銀残しということで、色あせた感じっていうのも、まあ、傾向は似てますかね。はい。で、次は、ベルビアです。で、ベルビアは、まあ、古い機種でもありますので、どれも偽装ローを使わずに、左上が T4 の JPEG 取って出し、右上が Adobe メラローの T4 の現像。で、左下は T3 で、 えー、偽装せずに、えー、そのままのローで Adobe カメラ e r a w の現像。で右下も H1 で、えー、偽装せずに取って出しの、あ、取って出しじゃないや、ローのそのままのデータで Adobe カメラ e r a w でベルビア現像してます。はい、どんな感じでしょうか。まあ、ベルビアらしく色鮮やかですね。はい。 では次風景と、うちの近所、えー、極めてえと近いところでゼロ密を確実に確保しながら撮ってる場所です。で、あの、大した写真じゃないんですけど、この竹垣と、えー、花と奥っていうことで、まあ、写真はしょぼいんですけど、いろいろ色が混ざった写真をあえて撮りました。で、左上が T4 撮って出しのクラシックネイティブですね。あネイティブじゃネガティブですね。はい。で、右上が T4 のローの カメラローで、左下 T3 の偽装ローのカメラアメアドビーカメラロー。右下は、えっ、ー、と、もう、あれですね、キャプチャー1とか使わずにですね、T4 のプロビアですね、まあひょえー、と T4 の取っ手出しで、えー、プロビアなので一番の標準カラーなので、これとの比較ですかね。まあ、これに対して、えークラ ククラシックネガティブはこういうういい色になるよっていう感じですね。これ見るとどうでしょうかね。やっぱり T3 の偽装ローンの Adobe Camera ローンも結構いい感じ出てますよね。なので、えー、T3 ユーザーでちょっとこのクラシックネガティブに興味がある人はあのぜひご自身のローファイルで試していただければと思います。はい。で、次ブリーチバイパスですね。はい。えっ、ー、と、セッティングは先ほどと一緒ですがどうでしょうか。 まあこれもですね、T3 の偽装ローの、えー、Adobe カメラローで、えーまあ、ブリーチバイパスそれなりに、えー、近い色出てますが、でもブリーチバイパスやっぱりロー、JPEG 取って出しがいいですよね。なんとなく少しちょっと硬い感じ、好調な感じですかね。どうでしょうか。できるだけこの,あの撮影パラメータは一緒になるように、えー、気をつけて撮ってますし、あのー、そうですね。ちなみにこの、はあ、そうですね。はい。 どうでしょうか結構傾向に似てますかね。まあでも、プロビアに比べると、まあこういうブリッジパイパスの傾向になってます。はい、次。はい、えー、っと、これも、これはクラシックネガティブですね。で、右下プロビアの、この、こういうような色に対して、えー、クラシックネガティブらしい色がそれぞれ出てます。まあ T3 でも結構傾向に似てますよね。ので、はい、ちょっとこれはぜひ T3 ユーザー楽しめるんじゃないかなと思います。 はいで、これエーテルナブリーチバイパスですね。はいブリーチバイパスも、そうですね。まあ、結局、この T3 の偽装ローと T4 のローっていうのが、まあ、同じアドビーカメラローのエンジンで現像してるんで、えー、っとそれなりに近い色になるはずなんですけど、これはどうですかね、同じ設定で撮ったつもりですけど、やっぱりカメラが違うんで、えー、ちょっとやっぱり露出が違うかもしれないですね。ちょっとそこはご了承ください。 で、えー、右下、これ、プロビアですね。んこれ、プロビアかななんかちょっとベルビアっぽいけど、まぁ、あ、ちょっととりあえず、プロビア選んでるはずですので、プロビアです。はい。で、次の場面。えー、っと、はい。これは何だっけなあーそうですね。ちょっとこの、後ろの木の感じとかが、とか、あとこの皮の感じっていうのが結構、いい感じに色が、えー、あ焦る、色あせるんじゃないかなということで、こんなの,の撮ってみました。 で左上が T4 の JPEG 取って出しのクラシックネガティブですね。で、右上がローのカメラローですね。a d o カメラローのクラシックネガティブですね。で、これよく見ると、ここだけ、これが実は T4 なんですね。あのカメラの方です。XT4。で、この左上、右上、右下は XT3 なんですよね。はい。お互いがお互いのカメラで撮ってるので、あの、ちょっと違うのが、ちょっと両方このね、あの、機種名を、あの、なんだっけ。 あの、シール貼っちゃって隠しちゃってるのちょっと分からないんですが、えー、そうなってます。はい。どうでしょうか。うん。なんか、やっぱりこういう後ろの木のベンチみたいなやつっていうのは、なんとなくね、このクラシックネガティブ雰囲気いいですよね。はい。そうですね。はい。じゃあ次。えー、これ、エテルナブリーチバイパスの方です。はい。 これも同じく、まあ、右下プロビアあって、左上が T4 の JPEG 取って出しの、まあ、エテルナブリーチバイパスで、右上がローのアドベイカメラロー。左下は T3 の偽装で作ったローにアドビイカメラローでブリーチバイパスを当ててます。はい。ということで、まあ、あの、まあ、細かく見りゃちょっと違うんですけど、ざっとのね、あのフィルムシミュレーションっていうのは、この偽装ローっていうのでちょっと楽しめそうですね。 はい、ではままとめていきます、えー。この動画では、えー、旧機種であっても、X トランスシーモスを積んでいるカメラのローであれば、まあ、そこの EXIF を改変することで、えー、最新の、えー、クラシックネガティブとか、えー、ブリッジバイバスなどのフィルムシミュレーションを試せることを紹介しました。XT4 の,の JPEG 取っ手出しっていうのは、まあ、真のフィルムシミュレーションなので、まあ、それを比較すると、大体同じ傾向なのかなと思っています。 でまあ、これによってですね、XT3 とか、えー、少し前の機種を使っている方も、このブリーチバイパスとかクラシックネガティブに興味がある方は、ぜひご自身の古い、えー、古いというか、昔撮影したロー画像で試していただければと思います。であのとは言ってもですね、やっぱりこのブリーチバイパスとかクラシックネガティブっていうのは、あの撮影するその場でですねフィルムシミュレーションが確かめれないとなかなか使いにくい部分もあると思うんで、 まあやはりそういう意味ではですね T4 とか p r o 3とか最新のカメラがないとなかなか使いにくいのかなと思ってます。 XT4 をもう5日、6日使ってきてますが、あの動画に非常に注目されているカメラではありますけど、やっぱ静止画もすごくいい感じかなと思ってます。であのまあ、シャッター音がもう本当にすごく上質になったという意味で、撮っててすごくいい感じです、音もすごくいいなと思ってますし、あとあ、Ibis ですよね、手ブレ補正がですね、まあ、夜景の撮影で便利っていうのもありますし、あとあの焦点距離が長い、例えば XF90mm とかですね、そういう時の場合に、 あのこの静止画でこう構図を考えるときにですね、やっぱ画面がすごく止まるので、すごくこう安定して構図を考えれるななんて、そういう部分でですね、ちょっと思わぬ副作用もありました。という意味で、XT4 を静止画とのカメラという意味でも結構おすすめかなと、今のところは思っています。はい。では、こんな感じでこの動画を終了したいと思います。ありがとうございました。